小川誠のドリームマッチ。華やか、音も華やか。ということで始まりました小川誠のドリームマッチ、今回も MC 務めさせていただきます、小川誠です。そしてアシスタントの A の橋本です。アシスタントなんだ。いやもうそんな感じでやらせてもらおうと思います。違うんじゃないですか、まあね、一緒に楽しんでいこうっていう、ね、楽しみましょう本当に。そういうことなの。今まで3回ありましたけど結構もうね楽しい感じで。そうですね、割と初めましてなのに割と喋れますよね。いや本当は、ね、ありがたかったですよ。いやこちらこそ毛嫌いされるかと思ってドキドキしたんですけどね。何ですかその格好ですよ、ね、もうこの格好がねとっつきにくいその格好が確かにね誰も声かけてくんないしねこれは確かに。でもまあまあね、ですキャラクターとしてもキャラクターとしてやってますからね。分かってますので私服はこれの緑ですから。いや、いいですそういうの。いいですか。そういうのいいです。わかりました。まあね今回もお約束通り私ジャージ着てきましたけども。そうなんですよ。前、ね、何を着させてるんですか。いやいやいつもね日頃ジャージをね着てられるって聞いたんで、はい、じゃあちょっとこうちゃん来てよということで、じゃあちょっとここだけだと T シャツっぽいんで、ちょっとこっち行ってもらっていいですか。ジャージがね、まあ、楽なんですよ。まあ、これまた足元おかしいんですけど斬新なスタイルでこれ。そう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 、すごいね。普段はね割と結構着てるんですよね。ブーツ好きなんだ、まあ、こっちあのでもほら普段はブーツに合わせないですから。あ普段は、ね、これは普通の私服に合わせて履いてきたの。今日はジャージ持ってきてますからわざわざそのために。そういうことね。そうこれでダンスレッスンしたり、まあ、これで家の外歩いたり、まあ、割と本当ラブな格好で当たり前じゃないですか。この T シャツこれ何なんですか。これはこれねスポンジボブって言うんですけど私の大好きなキャラクターで、これもう家中にすごいあって、でこれも、ドリームモーニング娘。の石川梨花さんがこれは私にくれたんですけど、割とあのファンの方も私がこれ好きだっていうのを知ってるんで、このキャラクターものの色んなのくれたりとか、だから家の中ね私これだらけなんです。スポンジボブだらけ。ボブちゃんです。え、はい、そんなにキャラク、商品いっぱいあるのスポンジボブの。まあ、これって日本のキャラクターではないので、その日本のアニメみたいにそこら辺にあるわけではないんですけど、輸入雑貨が売ってるところとか多分こうアメリカだと思うんですけど。 あんまり詳しくないの。いやアメリカでしょ。アメリカだよね。アメリカ、アメリカ見た目的に。そうでもそうですよ、いっぱい持ってます。じゃあジャージこんな感じだったの。俺もうちょっとなんとかチャラいあのヤンキースタイルかなと思ったの違いますね。白にこうピンクライン的な上下セットみたいな。そう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 、まあ、そういうの楽なんですけど。スウェット的な。スウェットみたいな感覚ですね。なるほどね。上下セットのやつをあんまり持ってなくて私だから。ズボンに T シャツ合わせたりとか、まあ、冬寒い時はロンティー合わせたりとか割とバラバラです私。ああ分かりました、まあ、結構こんな感じだったんだ。見てみるもんですね。そうです。俺も全然違うのダンスレッスン印象してたんで。ダンスレッスンこんなんですね私。これでダンスレッスンしてます。してます。動きやすいですよ。当然ブーツだけは違うけども。ブーツじゃ踊れないですから。なんかダンスレッスン用のなんかあるんですか靴っていう。私はジャズシューズ履いて踊ってますね。はい、まあ、ね、これでじゃあいつもこんな感じなんですけど、まあもっとほら、はい、あれじゃないですか、もっと華やかな方が席に座ってないじゃないですか。そうまたね前回もお願いしたんですよ。そしたらね今日もまたそのような格好で来てくれたっていう。もうそこにもう眩しい方がいますけどね、ここの目線の先に。視界に入ってしょうがないね本当に、うん、もう変なポーズとか撮っちゃってます。もう呼びますか呼びましょう。あこさんやよ。アニハセヨ。あれ何でなんでそんななったの。すごいずっと待ってたんですけど、うん、韓国クラブみたいだったよ。そうそうそう、早くしろよっていうオーラを感じてましたよこれ、ね、長いなと思って。いや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 、いやまあしかし待ってもアコちゃん今回も水着。今回この間なんかこの間ブラック、あ黒なんだよ。でスタッツでね白がいいって言ってたじゃないですか。いや、まあね、いや似合いますよ。似合うわ。なんでこれ今日はじゃあちょっと立ち上がってもらっていいですか。ちょっとアコちゃん賞お願いします。イタリア製の。イタリア製、はい、あの結構いいやつなので。えブランド名言ってもらっていいですか。ブランドこれ何だったかな。見ないでちょっと。そう。ちょっとペラッとめくるかと思ったのに。ちょっとそういう目線で見るのやめてください。申し訳ない。めくったんですよ。お医者さん。申し訳ない。後ろはもうマイクが重すぎてもう半欠状態なんで、ね、そうなんだ。見せちゃダメですよ。そこまでサイレンしてる必要ないですよ。全欠じゃないですか。すごいですね。見せられませんけどね。ちゃんとあれしますけど。ポイントやっぱこのあれチェーン。チェーンじゃあこの金具。これは自分でつけたんですか。いやわけないですか。わけない。買ったんですけど。すごいなぁ。それって、はい、その上下セットでいくらぐらいなんですか。はい、これは2万ぐらい。高っこの布の高っだから、イタリア製の
のいい水着なんですよって今紹介したじゃないですか。いやいや、水着に2番かける人のあれがわからないですよ、私は。この間のもそれぐらいですよ、ブラックのやつも。本当ですね。じゃあちょっとありがとうございました。じゃあいやいや、でもほらね、また今回も2万円のってさ、これいや、私はそんなに水着に2万円はかけれませんね。そうですか。じゃあちなみに、はい、まこっちゃん水着買うとしたらいくらまで金かけられますか。うん、3000円くらいですか。ちょっと、もうだって新宿サブナードじゃん、ね、とかそういうなんか島村とかでいいんですけど、サミットの2階とかじゃん。でいいですよ、だって水着なんかそんなさ頻繁に着ないしさ、その欲しいってなんか貸してくれるんだったら友達でいい。ちょっと待って、水着の貸し借りってあんの。あ、全然借りますよ。あ、でも赤も貸したことある。あと全然普通の、そう、あ、そう、私だってそんなに頻繁に水着を着る機会がプライベートにないから、うん、いないよね。妹とかに借りますよ。ああ、妹に借りたり、お姉ちゃんに借りたり、まあ、自分が持ってる唯一のその写真集的な水着何着持ってましたっけ。1着写真集のであげるよって言ってくれた、うん、やつのみですね。ぜひ言ってもらえたら。いや、あのね、そんなのが似合う体型じゃないんですよ、私。残念ながら。いや、いっぱい持つ。詰め物俺が持っていくから大丈夫。詰め物、いや、ここからね、詰め物溢れちゃうから、ね、あんまりすぎて。そう、大丈夫、そりゃ。いや、パッともでも、ものすごい種類持ってる。水着を、はい、もう売ったらどうですか、それ。いや、コレクションですよ。あ、そうなんだ。5、60着見たいので、ちょっと夏、ちょっと海にみんなで行きません。まあいいですね。超行きたい。でしょ。まあ、大好き。まあでも水着ないですよ、私。T シャツに短パンですよ。何言ってんの。No. T シャツに短パンですよ。何のために唯一一着持ってんのよ。そうだよ。カスカス。カスカス。あ、待って。超超ちっちゃい水着とかカスカス。何その超超ちっちゃい水着みたいな。あ、いいじゃん。そう、小川誠の新しい顔をちょっと見せ。この夏これ楽しみだわ。ねえ、まこちゃん。本当ね。ニップもあげる。何、ニップって何ですか。あ、つけるやつね。あ、え、つけるんですか。ここの胸のここね。つけるよ。なんでですか。つけないとほら、まあポコンってなっちゃうもん、そりゃ。え、なんで。だってパッドとかついてたらさ、わかんないですよ。いや、それはもうずれたりして、こんにちはとか言う可能性もある。ね、ハローってなるよね。ハローってなっちゃうから。あげハローあげーだね。何回もあげーになっちゃうから。まあまあな、じゃあ夏までに私が成長したらいいんですけどね。いや、まあ成長しないでしょうね、そこばかりは。する。気合で。鶏肉食べればいいんでしょ。あ、そっか。そうか。願えばいいのか。ロケまでに胸大きくなりますようにって願い続ければいいですね。なるほど。でも今ほら、もう今ドリームツアー真っ最中でしょ。そうですね。モーニング娘。もうすぐもう終わっちゃうんですけど。あと何日ぐらいですか。5月26日なんで。5月29日があの最終日です。ああ、なんであと1回、あと1回だけなんです、残ってるのは。体どうですか、体この。いや、でもね、ドリームモーニングをやってたらやっぱ締まりますね、体が。ああ、そう。女性らしい体ではないんですよね、だからなんか筋肉つく。割と筋肉つきやすいんですよ。ちょっとこれこうやってもらっていい、マジで。あるね。すごい。結構。だからね、最近その体をちょっとそのストレッチとかでもやってる。ストレッチとかでこう鍛えるじゃないですか。鍛えた後にこう自分でちょっと鏡の前でこうやってポーズするのが最近ちょっと。でもこれ見せかけの筋肉かもしれない。パワーの方がどれぐらいあるかちょっとほら。いいですか。じゃあ腕相撲やってみる。あ、腕相撲よ、まあ弱いですけど。これ本気でいくよ。じゃ、女子に本気ってどういうことですか。俺ネガ女子だから大丈夫。じゃあ寝顔。何それ。こんなちょっとやりづらい体勢。あ、じゃあどうします。一番いい体勢でいいですよ。あ、カードで。こうしますか。あ、はい。あ、じゃあレディー。はい、いきます。レディーゴー。本当に。え、本当ですか。エールさん。あ、待って、行かないでよ、これ以上。でもすごい。あー、危ない。ダメだ、かなわないわ。結構かなり本気じゃないですか。本気。めっちゃかっこいい。本当。あこちゃん、強い。あ、私やりたい。あこさんなら勝てる気がするけどな。ちなみに筋肉ゼロです。ねえ、プニプニだもんね。プニプニです。いきますよ、レディーゴー。あー、えー、いや、強いんだって。えー、これ本気だ
したもん。もう最初こうやろうって遊ぼうかと思ってもそんなできなかったよ。もうえ本当ですか。じゃあいつの間に強くなったんだろう。全然でも弱かったんですよ。いやびっくりした。めっちゃ強い。メンバー同士でやると私かなわないですもん、あんま周りのメンバーに。いやドリーム結構でも負けてあげようかと思ったの最初。でもこれちょっと本気出さなと思ってやったら動かなかったからどうしようと思って。え結構さ強いね。ついだからつ結構ついてるんです。こっちもついてる。全然ないんだけど。ちょっとやアボちゃんやってみて。アボちゃん やってみて。え今出してんのこれ。えこれさ力入れてます。ほらあるじゃん。え待って、あの頑張ってもうちょっとね。真面目にやってください。全然いやいやいや力抜いてみて。変わらないじゃん全然。え力抜いて力入れて。線は線入って、うっすら線が入った、うんうん、ほら太さはそのままだったわ。でもこれ多分女性らしい。まあまあまあ多分。いや私結構まこっちゃん強いわ。腹筋とかも今結構割れてますよ。だからいやすごいすごいすごい、男の人みたいな、うん、まあ、えあとほら6つにん6つ、あそんなには割れないです。そんなに、ね、そんなには割れないですけど。こっそり、ああこっそり。じゃちょっとでもねそんなにね、うん、あれなんですよ。そんなに目で見えて分かるから俺はアコちゃんの瞳を見ればいいんだね。あもうすごい。あでもすごいね。分かるかな。分かる分かる分かる。ちょっと大サービスしちゃおうかな。ちょっと出しちゃってよせっかくだったら。分かる分かる。うわすごいじゃん。アスリートの体じゃないこれ。めっちゃ硬い。何にも脂肪ないじゃん。いやありますね。そう今ちょっと女性らしくない体なんですよ。いやすごいわ。体操選手みたいな。ライブとかやってない普段の時はもうちょっと。もうちょっとでもでも私割と多分もともと筋肉質なんですよ、うん、つきやすいんだ。つきやすいです。だからちょっと一日何回かでも続けたら割とすぐなる、うん、すぐなるんだ、うん、とはいえほら久しぶりだったっていうことで、うん、さっきなんか腰を押さえてたけど、うん、いやまだ23でしょ正直ね。ダンスして筋肉痛分かると腰きちゃった。もう腰はだって実は私15か16の時にぎっくり腰になってますからね、うん、残念ながらぎっくり腰になってモーニングする現役なんですけど、うん、モーニング現役の頃にちょうどミュージカルをやっていて、うん、ミュージカルって1ヶ月ぐらいやってたんです、うん、当時は。はい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 。でその中盤戦ぐらいで私ぎっくり腰になって千秋楽まで出れないかったですからね、あららららら。最後まで出れなかったね。腰ずっと痛いのそれ以来。それ以来ぎっくりにはなってないんですけど、でもやっぱ来ますよね。ハードなことしたら。ハードなことするとたまって、あやばいなって自分で分かるんで、行きますね。その前になる前に自分でマッサージ行くか。本当の医者だったら見てあげたんだけどね。全然見れない。見れない。全然見れない。何にも見れない。何にも見れない。身長157、8ぐらいしか見れない。いや。それぐらいしか見れない人の体。反射して何も見れない。何も見れない本当に。まあそんな感じですね。そうですか。もう全然多分正反対な感じですね。ねきっと。いやでも俺今回ちょっと小川真のパワーに驚いた。きっと水着を着てもこういううわー色っぽいって変わらないんですよ。かっこいい。いやいやでもあじゃあ、 あのスポーツ的なの、 あの、うん、マラソン選手があんなん着てみても絶対かっこいいって。かっこいいってなればいいですけどね。絶対ならもう腹筋だけでわかるもん。あと腕のこれで。うん、いやそっちで行きますか、うん、でそれでターザンの表紙飾るぐらいの勢いでもこうなれば小川誠になれるみたいな。行きましょう行きましょう。そっちで行きますか。こっちじゃあ私じゃあそっちの水着で夏行きますか、うん、夏それで行きましょう。さすがにそこには対抗できんですからね。 お互い持ち味で行ってもらえればと思います、うん、はい、オッケーです、はい、おお。今強風が来ましたね。ここで何気に室内なのに強風が来るってのも。そうなんですよ。まあ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 そんな感じでオープニング始まりましたけれども、はい、今日もこの3人で番組はやっていきます。よろしくお願いします、はい、お願いします。さあさあ今回ですね、うん、メールがたくさん届いているということでちょっと読んでいきたいなと思うんですけども。わかりました。じゃあちょっと私が読んでもらえますか。はい、読ませていただきます。お願いします。ハンドルネームボンボンさんですね。ボンボンさん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。小川さん、橋本さん、伊藤さん、こんにちは。こんにちは。番組視聴しました。3人の掛け合い&ぶっちゃけトークが楽しいです。あ、よかった。よかったですね。よかった。これから毎週チェックさせてもらいますね。お願いします。ありがとうございます。はい、さて5月4日ドリームモーニング娘。のコンサートに行きました、うん、おありがとうございます。コンサートでは小川さんの激しいダンスにもう視線が釘付け。わお。他のメンバーは眼中になし。うは言い過ぎですが、 あれちょっと本当に書いてますよ。ちょっとボンボンさんのジョーク、ボンボンジョーク、ボンボンジョークあれば、そこは言っとこう
よ、ね、言い切ってください、ね、まあ、それぐらいすごかったですと。ありがとうございます。その激しいダンスを生み出す原動力は何なのでしょうか。これからもずっとずっと応援させていただきますねと。わ、嬉しい、ね、ありがとうございます。ボンボンさん、このダンスの原動力何なのかってボンボンさんの質問ですけども。原動力、うん、でもその元々私ダンスがすごく好きなんですよ、はい、なんでやっぱそういうふうに、ああいうこう激しい曲の中で自分が表現できるってあんまり、基本的にあのソロでやってたらあんまりないんですよね。コンサートでやらない限り一人ではやっぱモーニング娘。の曲を歌って踊るってなかなかないので、だからコンサートでしかできない唯一のことなので、やっぱテンションも上がるし、そういう時はやっぱ自分が疲れてることって忘れるんですよね。腰の痛みも忘れて。忘れます。だからその後終わった後にタタタタってなるんですけど、思い切って全部ここに来ちゃう。ステージ上では全く気にもならないです。その時は全然約2時間ぐらいあるでしょ。全然気にならないです。それが終わった後に、ああ今日はちょっと動きすぎたかなっていうのはあるんですけど、もうやってる時は多分変なアドレナリンがね出てるのか、る全然気にならないですね。じゃあもともとダンスが好きだったっていうのが原動力になってると思います、ね、やっぱやってて楽しいですからね、うん、ダンスは、ね、はい。いつからや、何歳からダンス、ダンスは本格的にダンスをやったっていうのはあんま決まってないんですけど、うん、でもやっぱモーニング娘。に加入したと同時に、うん、曲を何十曲も昔の曲を覚えなくちゃいけないわけじゃないですか、うんですね、だからそこから最初踊れないやつでも真似してるうちにだんだん踊れるようになってっていうので、何かダンスをやってたってわけではあんまなくって、そうなんだ、その環境の中で踊れるようになったみたいなのが大きいですね。ちなみにすごいそういう、ね、歌詞の方に聞きたかったんですけど、うん、めっちゃいっぱい曲覚えるじゃないですか、はい、ダンス覚えるじゃないですか、はい、どうやって覚えるんですか。あ、それ聞かれたらですね、どうやって覚えてるんでしょう。絶対みんな聞きたいと思ってる人めっちゃいますから。あ、じゃあちょっと、え、だって、うん、え、だってね、そんな忘れちゃったりってあります。そう、我々が似たような振りに見えたりするんで、結構ほら、覚えても次手首こっちがこっちだったからみたいな、歌の歌詞もだし、うん、全部じゃないですか。実際、やっぱもう体に、昔の曲とかも何十回もやってる曲って、うん、時間が空いても体が覚えてるんですけど、うん、そうそうそう、だからなんかどんどんでも新しいのをほら覚えてたらそれが塗り替えられることででもないんですよ。その曲はその曲で覚えてるから、別の曲だったら大丈夫なんですよね。何ギガあるんですかこの頭、すごいですね。でもその同じ曲を違うバージョンですってやられるとまた変わってくる、変わっちゃうじゃないですか、覚えが悪くなっちゃう。そこでそうするとやっぱ難しいですよね。この間はこのバージョンやってたけど今回はこっちバージョンみたいな。この曲でその1曲でもいろんなバージョンあるんですよ。テレビバージョン、うん、フルサイズとか、何々の番組用サイズとか、それあとモーニング娘。って卒業とか加入が繰り返されるので、うん、歌うパートが変わるんですよ。それは難しいな。それがやっぱそれでも自分で覚えようと思って覚えないと、中澤さんからこれが来るからね。まあちょっとそこ間違えたみたいな。これ来るからこれ覚えなきゃ。それは恐怖ですからね。激しいダンスを生み出す原動力はじゃあこれですよ。あ、それ中澤さんからこれが怖いからね。でもそういうのって絶対にありますよ。そのモーニング娘。ってこう、まあ、部活みたいな感じで先輩後輩がある分、やっぱりその人を足を引っ張っていけない。集団チームプレーですからね、モーニング娘。そういうののプレッシャーで覚えれるのは絶対ありますね。そうなんだ。みんなでこうダラダラダラ、いや間違えたけどいいよねみたいなだったら多分覚えるのも遅いと思うんですけど、先輩に怒られたくないとか先生に怒られたくないっていう気持ちが多分より覚えるの。まこっちはそういう時に切れたことあるんですか。そう怒られ全然理不尽な注意されて、ちょっと絶対私を、ああ聞きたい、うん、いや それはさすがに言えないんですか。言えないです。言えないけど、あの同期とかにちょっとさっきのさ、あ、愚痴なんだ。あ、その辺は、その時はちゃんと先輩にはそのあのなんかちょっと違うんじゃないかなと思って、あ、すいませんじゃあ注意しますっていうふうには言いますけど、実際でもやっぱりちょっとイラッとはするわけなんですよ。こっち間違ってないのに言われると、そっちが間違ってるのにね。だからそこのやっぱ発散はまあチラッとはしますよね。誰にそれ喋ったんですか。そういうの、それはやっぱ同期ですかね。同期一緒に入ったメンバー、先輩はもう無理ですか。そのいや、あ、でも言える先輩も今となれば言いますけど、当時はもういない。誰がじゃあ一番怖かったんですか当時。今でもいいですけど、ずっとこう怖い存在。怖かった。どうだろうな。でも私が当時入った時って飯田さんがリーダーだったんですけど、中澤さんじゃないんですよ。だから中澤さんとは一緒にやったことがなかったんで、中澤さんはもう怖いっていうイメージだったんですけど、ね、そんなイメージ。我々もモーニング娘。入ったことないの思ってましたからね。もう弱肉強食っていう中澤さんだったんで、
でも一緒に実際になったことがなかったんで、はい、当時自分は怖かったのはやっぱ飯田さんですね。あ、今思えばやっぱリーダーって怖くなきゃいけないんだなっていうのは思いますよね。じゃなきゃまとまらないし、ね、怖い人が一人いないとやっぱね。飯田さんに何か言われた覚えてます？嫌だったなって、なんか言葉でこれはちょっと辛かったとか、逆に良かったでもいいんですけど、飯田さんの言葉で。あ、そのさ、すんごい印象に残ってるのが、はい、それはもう他でも言ったことはあるんですけど、はい、あの飯田さんなんか番組収録の時に飯田さんが遠くにいて、みんなに挨拶をしなくちゃいけないんですよ、はい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 、メンバーにもちゃんと会ったら挨拶しなくちゃいけないっていうので、もう挨拶しないと怒られるっていうのがすごいあったんで、もうとりあえずもう何よりも先に挨拶しに行こうと思ってて、でその飯田さんがちょっと慌ただしそうにしてたんですよ、あっちの方で。でも挨拶しなきゃと思っておはようございますとは言ったんです、当時入ったばかりの頃に。したら後からな、覚えてなかったのか見てくれてなかったのか分かんないですけど、うん、ちょっとお川に挨拶されてないんだけどみたいなこと言われて、すいません、もうもうですね、もうそれはずっと覚えてますね、こそれは覚えてますね、そう、でもそんぐらいですよ、やっぱやっぱ当時怖かったですね、だからメンバーでね、女の子って怖いですよ。グラビアはあるんですか、その、あ、グラビアはでも結構みんなフレンドリーですね。いい、え、でもやっぱりやっぱあるでしょ、あいつは本当は正解、あ、そういう話とかはもうやっぱ女の子の世界だからいろいろ聞くし、あの子はどうとかとか ね、 ねえ、なんかとできてるとか、あ、そんなことも、え、いやもう女子同士で、いや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 、あ、誰か付き合ってるみたい な、 え、 え、女子同士もないですか、腹黒いとか、腹黒いとか、ね、あ、女子同士、え、あ、女子同士はないでしょ、ないですよ、ね、あ、でもいましたよね、 え、 え、前いましたね、衝撃、そう、すごいな、ボス、え、ボス、ボス、あ、知りたいですね、グラビア界のボス、グラビア界のボス、なんだ、え、あ、いい意味ですよ、いい意味でいいですから、全然その怖いとかじゃなくて、この人がいればまとまるなとか、どうなんだ、キリッとするなっていう、みんながみんな知ってる、お会いしたわけでもないので、まあ、私もだから、なんとなくこう私の、中では顔の広さとかみんなのこと知ってるっていろんな意味だと、はい、結構仲良くさせていただいてるんですけど、はい、松金陽子さん、松金陽子さんは姉さん的存在ですね、もうすごい、へえ、ありとあらゆる、あの、多分グラビアの子もな、仲良かったり、うん、あの、知ってて、うーん、姉子的な感じ、かなり姉子な、なんでそんなビビりながらなんか、でなんか恐縮です、あ、え、そうなんです、ね、グラビア界もある、あるんですか、そういうなんかほら前上下関係的な、でも基本的に一人ですもんね、グラビアは一人でやってる、だから結構仲良かったりするんですよ、全然違う事務所の子とかでも、うん、その現場で会ったりとかして、まあ、年とかもそんなに関係なくフレンドリーで、なんかまた、あ、また会ったねみたいな、で飲んだりとか、そうなんかいいですよね、多分だからそうきっちり決まってるわけじゃないから、やっぱそういうユニットとかグループになっちゃうと別なんだろうなっていう、ね、じゃあそうやっていい話をお伺いした後に、まあまあ、え、西口さんはないんですか、西口プロレスさんは上位関係完全にないですね、上位関係、あ、そうだ、お笑いの中でも非常に緩いのを、お笑いこそ、いや、そう、お笑いこそ厳しい、吉本の人とか本当にすごいですよね、吉本の人と一緒になると本当気持ちいいですよ、だからなんでですか、いや、あの、一緒になるでしょ、例えば全然僕よりも売れてるような人でも、うん、明らかに後輩の人とかは収録終わった後とかで、あの、出口で待ってくれて敬礼とかしてくださいこう、あれ、あ、そんなないですもん、我々の、そういうのされちゃってもちょっと、おなるなるなる、でもだから吉本の人すごいわ、好感度アップですよね、したらだって売れててもそういう風にやってくれるって、だからでもね、いいんでしょうね、そういう教育的なものは、でも大事ですけどね、大事大事やっぱ、うん、一つ聞きたいのがあったんで、はい、いい話をね伺った後にもう一つちょっと聞きたいのがあって、はい、怖い人って誰、この人、怖い、この人は怖いっていうイニシャルでもいいんで、この人怖い、怖い、あんま怖いとかあは聞かないですね、全くでも分からないですね、グラビア界のそういう、あ、いつかお顔いじってるとか、あ、お胸を入れてるとか、あ、いや、ホントはそんな機会よ、俺も
たいけど、グラビアはもうそっちですね。もうその噂がもう飛び交いまくりで、もうなるほど、ね、であれはもうね、あの誰だとあれしてこれして、八百長だったね、八百長だったね、八百長だったね、あの顔は作り物だと、ね、はい、もうはい、なるほどね、今あできればなんですけど、なんか噂とか一つ提供していただけたらなと、はい、この見てる方のために、は実はナックルズの編集部の方がいらっしゃる、言える範囲で、はい、いやもういじおっぱい入れてるんだった、あくまでも噂でいいんで噂ですよね、はい、聞いた、こんなん聞いた、多分 99% 違うっていう前提でいいです、そんなわけないっていう前提、そんなわけない、やばい、まあ、結構全に、あ、な、なんていうのかな、全特会でも、全特会いっぱいいません、今そんなにいるの、え、だってアイドルだっているじゃないですか、めちゃめちゃ、いやちょっと、ワンペアとかツースはあるよ、いるよね、ね、全部普通にだって見ておかしいだろっていうのいっぱいいるじゃないですか、確かにね、ちょっと、休んだ後に出てこられて、そうだし、やっぱほら、売れてくるとね、昔の変わっちゃうよ、変わっちゃうよ、私言っていいの、例えばちょっと一人言ってくださいよ、ピーって出してくださいよ、ピー出してよ、絶対文字だけ出してよ、ピーって文字を、え、だって私はもう事実かどうかは知らないですけど、あくまでも噂ですから、あくまでも噂ですけど、はい、あのほらね、え、ね、流すでしょ、流すなんないですか、口読まれるからこうやって、あのほら、はい、のさ、おう、おう、何でしたっけ、おう、はい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 、そうですか、ね、はい、もう次のコーナーいきますか、はい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 、はい、今日はですね、ドクターガーレの秘密の新作品、はい、待って待って、はい、新コーナーなんですよ、これなんですか、いやこれはなんですけども、はい、ちょっとね、僕ね、お二方のことを一応ある程度は知りましたけども、はい、もうちょっと深く知りたいということで、ぜひ知ってください、それにはやっぱりこう心理テストが一番いいんじゃないかな、まあ皆さんにも知ってもらいたいですね、はい、真相心理の方ね、はい、こうやってほら一応ね、なんかこう明るくやってますやってますけれども、はい、根がどんな人間かまだ分かってない人が多いと思うんです、でも一番怖いですよね、そういうの、そうなんだから、これ心理的な、はい、じゃあ、じゃあ早速いきますか、参りたいと思いますね、はい、見ていいの、はい、いいです、あ、大丈夫ですか、これは全然大丈夫です、あ、はい、はい、でこれは、まあ言ってしまうとあれなので、もうとりあえず問題出しますんでね、はい、お答えください、はい、今日は週に一度のスーパーマーケットへの買い物の日です、はい、ね、お買い物です、で今後1週間分の 食料を買ってきて冷蔵庫に入れておくのです、うん、そこで買い物に行く前に足りないものをチェックするため冷蔵庫を開けました、はい、開けた、するとあ、さて一番足りないのは次のうちどれでしょうって、うんうん、1週間の買い物行く前に冷蔵庫開けたら足りなかったのなんでしょうということで、うんうん、4つ言いますんでね、お選びください、 A が肉類、おー、 B が野菜類、うーん、 C がドリンク類、 D がデザート類、っていうこと、それ自分の生活でいいんですよね、すぐ決まっちゃった、そうですね、ドリンクですね、 A、 A、 あれあれ肉類がない、肉類、すぐ思ったのないって思ったら多分肉だな、肉なんかなくていいな、うん、冷蔵庫の中にって思っちゃいますよ、私、確かにね、ドリンク、パンさえあればいいですもんね、まあパンさえあればいいですけどパンの食べるには豆乳がいるんですよ、だからパンと豆乳さえあればいいですよ、ということで、あこちゃんが A の肉類、はい、で、A、まこちゃんが D のデ、あ、C のドリンク、C のドリンク類、わかりました、じゃあそのね、何がわかるんだろう、何がわかるんでしょうかね、すごい楽しみ、こういうの、この診察は、うん、浮気願望度のチェックだ、おお、そっち行っちゃうんだ、はい、急だな、こちら食べ物に対する願望は、はい、これあの性欲と密接な関係にあるということで、このテストでは冷蔵庫に足りないと思ったものが、まあ、あなたのその欲求不満を表しているっていうことなんですね、なんだろう、ちょっとドキドキで、このことによってあなたの浮気願望度は測られるということなんで、じゃあまずはまこちゃんからいきましょうか、はい、C を選んだあなた、はい、うん、ドリンク類は広い意味での愛情への渇望を表します、おってことは、ってことですね、うん、基本的にあなたは浮気を望むタイプではありません、おお、合ってる合ってる、
い。もし現在恋人がいる人は彼に対してかなり冷めてしまっているのではありませんか。恋人以外の男性を好きになるとしたらもはや浮気ではなく本当の恋になってしまうことが多いです。あ、そういうタイプってことか。常に本気ってことですね。そうです。浮気はない。あ、恋が、恋大きい人かもしれないです。もしかしたらね、逆に。あ、そういう浮気はないけども、それがもう全部が本気でみんなに言っちゃうってこと、とはいえそうですね。一人一人しかもう愛せないような。へー、まあそういう方だろうな。はい、はい、でも当たってんのかな。どうですか、自分で聞いてみて。どうですか。でも私は好きになったらやっぱ好きになりますね。ハマったらハマるし、うん、それまあ男性に関わらず、ファン、うん、ファン目線としても誰々を応援するってやったらその人にガーってなりますから。わかりました。じゃあ、とりあえずこのまあ広い目の愛情はあるけども浮気度はゼロ、ほぼゼロに近いっていうことが。それでもよかった。わかりました、うん、はい、じゃあ今度はあこちゃん、はい、言ってみたらいいですか。はい、これ A を選んだあなた、はい、肉類はそのものズバリ性欲の象徴ですと。肉類なんからしいです。本当でもまだわかんないです。まだわかんないですね。炎の言葉があると思います、はい、それ聞いて安心してください。しかもあなたの性欲はとどまるところを知りません、ね、大丈夫ですか。水着合ってないじゃないですか。あなたは常に燃えるような浮気を望んでいるようです。しかしあなたはそんな自分に気づいていないと。気づいてないんだよ。ほら、なんとも微笑ましい診断結果があったんですけど、まあ、フォローしてないですよ。全然フォローしてないんですけど。いやいやいや、これがでも全文なので、まあフォローするのは、まあ、全文それ、はい、ちなみに他の2つは 何、うん、何なんですか。ちなみに B は野菜類なんですけど、野菜を選んだ人は知性や教養の象徴で、うん、現在のパートナーの知性のなさに大きな不満を持っていますと。ですから知らず知らずのうちに知的な男性を見ると浮気の虫が騒いでしまう。ああなるほど、今の彼に物足りなくなってってことですね、はい、なるほど。で自分から誘うことはない、アプローチされたら浮気してしまうかなっていう、ね、かもしれない。なるほど。で D のデザートの人は、浮気もデザートのように軽いものと考えている。あ、全然立ち悪い。私よりひどい人がいるんですね。ひどいひどいですよ。だから浮気に関してはこの D の人が一番軽いというか、全然なんとも罪悪感が何もない。はい、願望という浮気はあなたにとって当たり前の感情になってます。あ、よかったよかった。 A と D と悩みましたか、やっぱり。全然悩んでないです。ええ、すぐ A でしたもんね。本当のこと言ってくださいよ、もう。本当は本当のこと、うん、C だったんだけど。え、あ、本当はドリンクだった。そうそう、かぶっちゃって。いや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 、そんなに。いや、すぐ、俺は A だなってもうすぐ言ったよ。まこちゃんが C っていう前にもう A、A、A、A って言ったよ。え、本当に、うん、あれおかしいでしょ、その時点で。え、本当はデザートが良かった。デザートないでしょ。なんかさっきから2人がなんか、だって赤ちゃんの冷蔵庫に肉とデザートしか入ってなさそうなんだもん。そうそう、あ、でも実際だって甘いの嫌いなんですよね。本当は本当は甘いのは、ね、そう、好きじゃないらしいですよ。実際じゃあ今まで浮気ってしたことないですか。浮気はないでしょう。本当にじゃあ浜田浮気ないですって言ってください。浮気はないですよ。気は浮いてませんよ。じゃあ何ならあるんですか。何ならあるんですか。気は浮いてませんよってことはどういうことだろう、それ。気は浮いてません。全くないですね。じゃあ誓いますか。いや本当に誓える。じゃあちょっと神様がいる。誓いますよ。あ、なんで神様いないもん。そういう返しもありますね。それをしちゃったから。神様が誓わない前に神様いないか。あ、申し上げないから。まあじゃあないかもしれない、ね、誓いません。ご想像にお任せしますということで。はい、じゃあね、まこちゃん今後もね、いろんなこと。そうだ、今日は1個だけですか。はい、1個だけです。すごいやりたかった。はいはい、まだ面白い、すごいやりたかった。今度はもっと違う面を引き出したいと思います、うん、はい、楽しみにしてます。ということで以上、はい、ドクターダーレの秘密の診察室でした。はい、はい、このお二人こんな人でした。はい、さあ、うん、エンディングになってしまいましたけど、なんか告知あったりしますか。告知はもう、3日後に迫りました西口プロレス、ぜひぜひ見に来てください。新宿フェイスでありますのでお願いします。なるほど、はい、イベント、イベント、プロレスのイベントがありますのでよろしくお願いします。あ、そうです。あこさんは、はい、まあもう前回からずっと言ってるんですけど、はい、最新 DVD が発売中なので皆さん見てください。これがまたセクシーです。すごいんですよ。絶対セクシーでしょうね。セクシーです。いやいやいや、はい、で私はですね、はい、5月29日で、うん、群馬でドリームモーニングコンサートが、最終日を迎えますので、ぜひ、お近くにお越しの方はぜひお立ち寄りください。盛り上がってます。はい、はい、ということでですね、うん、
でも本当に今日のね二人のもうちょっと今後浮気テストと。え、でも心理テストちょっと面白いですね。もっとするのかと思ったら1個しかやらない。いやいや、これやると本当にも止まらなくなるんで、まあ、確かに確かに次回のお楽しみということですね。わ、はい、かりました。でですね、メールもどんどん募集しております。今回の放送の感想ややってほしいコーナー、そして、皆様の悩み事など、何でもいいので送ってください、はい。番組内にある投稿フォームかメールでお寄せください、メールアドレスは全て小文字で d@kzstation.com d@kzstation.com です。はい、はいはい、よく言えました。よく言えましたね、はい、確かに。さあ、あっという間にエンディングになりました。どうでした今日？いや、今日は本当にもうなんか、はい、なんでしょう、もうちょっとあれですね、俺としては質問をいろいろ、あの浮気テスト含め、別になんかさ、もっとこう爽やかなテストがいいですよね。いやいやいや、浮気診断とかさ、そんなのはほら基本的に視聴者望んでないですから。あー、そっか、そっちの目線か。そんなのはブログとかで上っ面見ればいいわけじゃないですか。あー、そっか。これはもう真相資料いきますから。そうですよね、この番組だって普段見せれない顔を見せるっていうコーナーどんどんついていくんだよね。確かに。じゃあまた次回も何かしらありますね。いや、もう任せてください、ね、恒例にしますよ、毎週。恒例にしてほしい、はい、ということで、はい、それでは、はい、ケーズステーション小川誠のドリームマッチ、はい、今週は小川誠と伊藤亜子と江戸橋本でした。バイバーイ。バイバーイ。今週はって言って毎週そうだけどね。今今週だったら来週いないのかな俺。もしかして今週はって今限定されたんだけど、来週もいるからね。お願いしますよ本当に。